左のお耳も。お風呂上がりで、綺麗ですね。産毛が少し、水を含んでいるようです。それじゃ、お耳掃除を再開しますね。わかっています。もちろんお話の続きもすぐに。つぼみはですね。もちろん咲いてみないとわからないんですけど。それでも、きっと、チューリップだって、おこん、思うんです。とっても綺麗なチューリップって。はい。季節外れですよね。チューリップなら、春のお花。物部野の道を歩いてみても、この季節なら、菊に桔梗にお見ないし、土手沿いにはヒガンバナ。それから、一面に広がるコスモス。何色かですか？旅の方と、おこんと、本当に心の動き方、考え方が似てますね。おこんも、それが気になって、つぼみ、なかなかほころばないから、見えないから。だから、おこん、調べたんです。何をって、それは、花言葉です。おこんが全く思ってなかったものが一つだけあったから、この鉢植えにはチューリップはおこんを呼んでくれた神様からのお手紙みたいなものかもって、おこん、思って。それで、おこん、チューリップの花言葉、調べて。そうしたら、驚きました。すごくたくさんあるんですね。チューリップの花言葉って。赤が愛の告白。それで白は失われた。紫のチューリップは、不滅の愛で、それで、桃色のチューリップは、愛の芽生えと、誠実な愛。
の方、物知りですね。そうです。黄色のチューリップの花言葉は、叶わぬ恋。どうしてご存知？ごめんなさい。驚いて手が止まっちゃってました。はい。そうなんですか。それだけは、なんとなく知っていた。でも、ですね。それだけじゃないんですよ。黄色いチューリップの花言葉。叶わぬ恋。他の花言葉は、日光、お日様の光です。不思議ですよね。花言葉って、叶わぬ恋と、日光と、正反対みたいな言葉が、一つのお花に、正反対じゃないかもしれないですか？あ、それってどういう？あ、はい。はい。ああ、確かに。人が、あやかしが、どんなにお日様に恋焦がれても、それは決して、叶わぬ恋。だけど、そうなら、憧れ続ける、叶わぬ恋なら、それは素敵なことなのかもって、おぼん、少しだけ、思います。それはどうして？綺麗になりました。あ、お月様。もうそんな時間なんですね。旅の方、ね、お話の続き、もしも気にしていただけるなら、今夜もお泊まりになられませんか？喜んでよければ添い寝して、寝物語に話の続きを、きっとあなたが寝入るまで。そう。続けますから。どれどれ？こっちのお耳ば。いきなり大きいの見つけちゃったと。
まずはそいば取っちゃってから。あとは、モノベノに何番あったかはユキは知らんと、ばってん閉ざされたはざかいから開かれたはざかいに、ある日突然ガラッと変わって、その上、ほどなく土地神様が御自ら雪みたいな、よそで行き詰まっとったあやかしば、物部のにお招きくださるようになって、神様ば、土地の神様、氏神様、その土地に根付き、その土地を守り、その土地を生えさせ、その土地に暮らす人間の笑顔を実らせるんが、務めで喜びゆ、そぎゃん神様。やっけん、普通やったらあやかしをよそから招くみたいな、土地の人間を脅かしよる可能性があるようなことは間違ってもせんような気がするとよ。ばってん、
本土地の物部野の土地神様、熊の山奥で暮らしとった。今はもうインガメちゃんくらいしか話す相手のおらんようになってしもとったユキにさえ噂ば届く。それほどに今はもうね、待って。昔はね、雪もこう見えて結構名高い雪御城だったんよ。お兄さんは一房山ば知っとうと。一房山ば九州熊本人吉熊で一等高くて綺麗なお山。ふもとばたどれば温泉とおいしかお米と焼酎と、あとは、ああそう、子守山からは少し離れとるばってん、五木村の五木の子守歌ば有名よね。どんな歌だっけって。うん。ねえ、ゆき。あんまり歌ば上手じゃなかけど。ほんでも、お兄さんが聞きたい言うなら、歌うとね。でも、バロータらいけんよ。おどまぼんぎりぼんぎり、ぼんからさきゃおなんと、ぼんがはよくりゃはよもどる。拍手ばありがとうね。気に入ってもらえたんなら嬉しかと。ありがとうね。
お兄さん。ん？うん、もちろん。ふるさとやけんね。水筒よ。大好き。本当は出て行きたくなんてなかったと。ばって仕方なかとやね。雪ばつかさどるあやかしが九州にいるのはおかしかなんて。人間が思うようになってしもうたら、あやかしば人間の思いの結晶やけん。願いであっても、それであっても、欲であっても、不安であっても、集う思いが大きければ大きいほど、あやかしの力もまた、大きゅうなる。やけんね、ほんの200年くらい前までは、雪も、こぎゃんちんまか体じゃなかったとよ。背丈ばもっと高うて、胸もあって、雪の姿を一目見たくて、凍え死んでも構わん覚悟で、里からえっちら市房山へと登ってくるもんも、何人も、何人もおったくらいやったっけ。ではまるきり恐れられんようになってしもって、体もこぎゃんととろけて縮んで、はあ、我ながら情けなかとよ。お兄さんにもごめんね。全盛期の雪だったらもっとふっ
ら。気持ちよか、膝枕。してあげられたんだけどね。でも十分気持ちいい？お兄さんお上手やね。ほんなら、まずはお耳ば綺麗に仕上げて。ちり紙も少し揉み込んで柔らこうして、綺麗にとっとっと。ほんでね、もう一つおまけに、お兄さん、ちょこっとの間だけお首立ててくなっせ。そぎゃん感じで、そうしたら、こんこおりの櫛で髪と頭皮ばなぜたげるけん、ひんやりして気持ちよかーって、インガメちゃんにも大評判なんよ。ほんならね、力ば抜いて、よくやってあげてるのってたまによ、たまに。一年に一度あるかなしか。インガメちゃん、あぎゃんとかわゆか顔しとるのに、身だしなみの言葉全然気にせんたちやけんね。
それにしては慣れた手つきってそういえばね、お兄さん、インガメちゃんと知り合う前、今から100年よりもっと前、ユキにはヨカ先生ば、ごめんね、うっかり。お兄さんをまた雪ってば冷やしてしまうて。せっかくさっき温めたとに。ああ。お兄さん、お外、もうきっと苦労なっとるし。今日はこのまま、今度ぐつば、あんお布団に、泊まっていかんと。洞窟の半ば、昼でも夜でも、温度はほとんど変わらんけん。あんお布団にくるまっとったら、お兄さんも、ぬくぬく眠れるろうし、ゆきも、そんお隣で、布団ばかけんで横になったら、お兄さんの隣でも、きっと、涼しゅう眠れるかなって、一番初めのお客様になってくれるとね。ほんならね、お兄さん、ユキの話の続きば、昔々のユキの話ば、お布団の中でぬくぬくね。こらこら、お兄ちゃんに抱きつきすぎです。苦しくて眠れないでしょ。いひひ、だってお兄さまがここにいるのが嬉しくてあのね、あのね、私ね、無月帝からお兄さまの話を聞かされて、ずーっとこうしてお兄さまをぎゅーしたかったのよ。それは、私もです。お兄ちゃん、私のことも構ってください。私も、腕、キューして、いいですか？三人で、川の字になって、お昼ね。大好きよ。みや、今日の昼間からずっとテンション高かったですもんね。さすがにお眠になっちゃってるみたいです、うん、お兄様、ねんねんしよ。私たちとねえね。お兄様の匂いがする。すごくよく眠れそうなのだわ。あ、本当だ。お兄ちゃんの匂いする。
ちゃん、もうねんねするのよ。発情しちゃダメなのだわ。してません、発情なんて。そんな人をエッチな子みたいに言わないでください。別にお兄ちゃんの匂いで。そんな、はいはい、おお、お兄様も眠そうだし、もう寝よ。そうですね。私もあくび映っちゃった。お兄ちゃん、起きてもどこか行っちゃ嫌ですよ。すみなさい。大好きです、お兄ちゃん。
Mm-hmm.